早朝だよ。おはようございます。おはようございます。今日はとあるね、動画にはできない、やつのために今朝から動いております。はい、はい、ということで、今日はね、まあ、今移動中なんですけれども、はい、そう早朝、早朝といったら皆さん何買ってます？モンスター、モンスター、モンスターエナジー、コーヒー、はい、バカ野郎と、バカ野郎、今日はコロコロ発売日だろ。お、コロコロっていうことは、そうそう、ということはですよね、はい、出てるんですよ、新しいミニ四駆の情報が、ついに、はい、でコロコロコミックを買おうかなって思ってる人たち、はい、ね、ネタバレはするつもりはない、ただ漫画は始まってない。あら、一応ね、書いてあった言葉によると、はい、事後、事後に、なんとね、アニメの名前は決まったらしい、ね、おお、なんてと思う？レーザーミニオン。バカ野郎、バカ野郎、シャーマンキングの作者だろ。あ、シャーマンキングか。あ、ミニオンクシャーマン。バカ野郎ミニオンキングだよ。あ、そっち、ミニオンキングがね、連載開始ということで、はい、え、シャーマンキングの作者が、うん、今シャーマンキングってさ、今さ、はい、リメイクされて今放送されてる、知ってる？ああ、らしいですね。めちゃめちゃ絵綺麗になってみて、俺今全部見てるから。おお、いいじゃない。全部見てる。阿弥陀丸がめっちゃかっこよくなってるから。え、いや、ダメだ。おたつさんは昔の方、俺は新しい。はい、まあそんな感じでね、シャーマンキングの作者の方がなんとミニオンキングでミニオンクの漫画を出してくださるということで、はい、それがね、まあ、今回から記載されるのかと思っていたんですよ、うん、だがしかし、だがしかし、今回ではなくですね、新しいマシンの、はい、情報が載ってたんですよ、うん、で、僕たちがこの写真をね撮ってあげるわけにはいかない。ネットに転がっていた画像を使います。はい、はい、こちらまずフロント、うん、ね、フロントなんですけど角が生えておりますね。はい、角が生えております。まあ、これはね、まあ、意味ないでしょう。意味ないですか、これ。意味はないよ。あら、意味はない。ただ気持ちは高ぶるよね。そうですね。そう、これをつけてることによって、うん、え、君まだレーザーミニオンじゃないのって言えるからね。マウントだ、言える。だからそれをつけることによって多少のそのウェイトアップにもなるし、ウェイトアップするならかっこよくしようぜっていうので角をつけるわけです。ああ、そうね。こたつさんはウェイトを乗せるんですか、角をつけるんですか？角をつけます。僕はウェイトをつけます。なんでなんですか、だから。え？せっかくなんで使いましょうよ、レーザーでね。レーザーにはまだその他にもいろいろあってね、はい、まあ、ローラーとかもそうだ、クリアパーツつけて、しかもこの色が淡い、淡い。今まで出てきたのはパーンっていう色、うん、パーンって目がうわってなる感じに強い色で、例えばレッドクリア、はい、ブルークリア、イエロークリア、うん、バイオレットクリア、グリーンクリア、はい、そんな感じなんだけど、今回のはなんかこう画像を見たら分かるけど、こう淡いじゃん、ね、ふわっとした、ね、あ、確かに青なのか緑なのかみたいな、うん、ああいう色ってさ、おしゃれな人が使ってめちゃめちゃ綺麗なの。そうですね。でしょ、またミニオンかっこよくなってきた。はい、危惧しております。いいことじゃないですか、危惧って。危惧しております。また俺とミニオンク作るのが上手い人の差が開いてしまうのか。あ、うまく作る人綺麗に使うんだろうな。危惧しております。だから僕はもうモンスターエナジー飲んじゃう。いや、モンスター買ってんじゃないですか、結局。あ、うまいね、うまい。でね、もう一つ、はい、ね、ラジオこちらのリアブレーキバンプ、ブレーキバンパー、バンプ、バンプが出てるんですけど、はい、それのクリアのプラスチックが出てる。かっこいい。これはかっこいいでしょ。かっこいいですね。そう、今までプレートだったところがクリアパーツで作られていく、うん、非常にかっこいいんじゃないですか。いいですね。ね、まあそのカーボンとかの方が強度的なのはなんかこうあるのかなって思いがちだけど、はい、そこプラスチックで出すのかいみたいな、うん、ええやないかいみたいな。まあまあ、そう、なんかローラーとかつく場所じゃないからさ、はい、正直 FRP でもやっていけるし、うん、まあ曲がっちゃったりはすると思うけど、
でもかっこいいはかっこいいじゃん、プラスチックでそういう部分が作れたら、見た目にこだわる人にとってはめっちゃ嬉しいですよ。ですよね、うん、より未来的になるじゃん。今まで黒が主体だったブレーキバンパーが、はい、この青いクリアパーツに変わるだけでも、はい、全然イメージ変わるからさ。あ、変わりそう。変わるでしょ、うん、でそれがよく、それがパッて見えるだけで、あ、なんかミニ四駆違うねってなるよね。なりますね。そう、あの僕たちがやってた世代の人たち、当然20年前の人たちは今のミニ四駆見ても、いや今のミニ四駆ってこんなのなの、うん、ってなったじゃん。なりました。なった、俺もなったのよ、うん、なんじゃこりゃと、はい、横に重り乗せてウーハーウーハー言ってるやんウーハー言ってるんですよ。俺らの時代はだって重りを乗せることなんて考えたら軽くしないとみたいな。あ、そうですね、軽量化のためにボディー削ったり、スポンジタイヤつけろよって言われてたから。やってましたわ。もう街の人たち目が合ったら、スポンジタイヤつけてるかって言われて、その街やばい、すいませんつけてないじゃん、つけろよって言われてたからそういう時代に生まれたんですよ。それは20年前ぐらいですよね。はい。で今は、あ、そのさらに10年前ぐらいは要はその分岐点だったわけよ、うん、ね、立体が始まるかみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけど、はい、そこからさらに今もだいぶ変わってるわけよ。変わってますね。型軸みたいな、型軸正義みたいな時代から、はい、フレキシブルシャーシー、フルギミックマシーンが正義みたいな、うん、なんじゃこの形はと、ぐねんぐねんではないかみたいな、ね、ブレーキをかけてピタッと止める試合からなんかちょっと変わってきてるではないかと。そうですね。ね、その人たちが、あ、今そういう時代の流れをしてるけど、またさらにここから時代が、新しい時代がこう始まろうとしてる。完全に変わりますね。そう、だから今の人たちが一瞬ミニオクやめたとするじゃん、はい、じゃああと 1,2 年後に帰ってきたら、なんじゃこりゃってなる確かになりそう。ギラギラしとるみたいなこれが今のミニ四駆かみたいな感じになる新時代を迎えようとしてるんですね。そうですね。どうですか、楽しみじゃないですか。いや、これはかなり楽しみですよ、うん、まあその早いかどうかっていうところよりも、バカ野郎、あれ、あれ、かっこいいは早いんだよ。かっこいいは正義ですから。かっこいいは早いよ、うん、脇毛全部剃るぞありがたい。ありがたいの。ありがたい脇毛邪魔派、うん、いらないです。でも脇毛でみんな飛ぶのに。どういうこと。え知らない、その話知らない。いや多分見てる人みんなできるよ、脇毛で飛ぶ。俺も多分リスナーさんも、こたつさんだけだよ脇毛で飛ばないの。あ、知らなかった。え、知らないの。バッタとか飛ぶじゃん、ブーンって。あ、飛びますね。おじさんも脇毛で飛ぶのよ30歳超えたらみんなできるよ。こたつさん練習してんの。え、お父さん教えてくれなかった。あ、まだ童貞ですわ。じゃあそうだよ、30歳超えたら脇毛で飛ぶんですよ。おじさんは。初めて知ったな。そうだよ、人間の新機能だから。絶対嘘だ。何？え、ダメだよ小達さん。仲間を信じないと。俺ら仲間じゃないですか。仲間っすよ。仲間が言うから本当ですよ。脇毛で飛べる。うん、脇毛で飛べる。だから今度初めて会った人とかに脇毛飛べる話をちょっと真顔で真剣に、はい、ちょっと語ってみてください。だから分かるって言われるから。ちゃんと共感してくれますよね。うん、絶対分かるって言ってくれる。脇毛空飛んだ時気持ちいいっすよねって言って、分かる、俺一番好きとか言ってくれるから多分。それシロコさんにちゃんと振っても共感してくれるんですよ。いや俺はその場にいないから。いねえ。なんでだよ。なんで。俺だってあの嫌でしょ。昨日コーヒー飲んだぐらいの感じの会話だよ。はい。でしょ。しなくていいじゃん。そんなに軽い話なんだ。当たり前すぎて。昨日コーヒー飲んだっていうのと違う、変わらないでしょ。昨日喫煙所いたとかそういう話と一緒。脇毛で飛んでたみたいな。いやいや笑ってるし。え、いや違う違う、普通すぎてちゃんちゃらおかしいぜって話なんだ。なるほどね。でしょ、そういうことです。ちょっと聞いてみます。聞いてみた方がいい。コメント欄でもね、こたつさんがまだ脇毛飛ぶこと知らないらしいから、はい、飛び方とかをレクチャーしてくれたらなと思います。お願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。
せる。